こんにちは、矢野美彦です。今日はね、購入品を紹介していきます。今回はジャンル問わず、もう様々なものを紹介していこうと思います。バッグだったり、器だったり、鉄瓶だったり、ポーチだったり、眉毛をきれいに描くペンシルだったり、あと小物や雑貨、もう本当に盛りだくさんの内容でお届けしようと思います。それでは早速やっていきます。一つ目を紹介していきます。これです。これね、あのベリーの、自分のファッション連載があるんですけど、そこでつけたネックレスなんですけど、初めて知ったブランドで、ミラモアっていうブランドのネックレスです。本当に可愛くって、つけて欲しいってなって、スタイリストさんにお値段を伺ったら、結構ちょっと高いんですけど、そこからちょっと1週間ぐらい考えまして、でもやっぱり欲しかったので、購入しました。で、なんかすごく丁寧に作られてるみたいなので、オーダーしてから2ヶ月ぐらいかかって、最近届いて、少しずつつけ始めているネックレスです。紹介しますね。これ入れ物もベロアっていうのが、すごい高級感のある箱の中に入ってて、開けるとじゃーん、で、これつけるとこういう感じで、見て、こんな感じやね。めっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛いんですよ。ちょっとチェックします。で、これね、こうやって後ろ持ってったら、例えば背中が空いてる服の時とかは、この垂れてる部分を後ろとかに持っていってもすごく美しいと思います。あっとっと、こんな感じ見える？そう、皆さん見えますか？こんな感じです。背中が空いてる時はこうやって、このね、垂れてるこのこっちの部分を後ろに持ってって、で、前が空いてる服だったら、あ、怖い怖い、怖い怖い怖い、大事すぎて怖いね。前が可愛いよね。めっちゃ可愛い。前が空いてる服やと、こう前に持ってきて、ちょっと今日はね、後ろと前どちらも空いてるので、どちらにも対応できる感じなんですけど、本当にこれは買ってよかった。めっちゃ可愛い。私みたいに結構デニムとかシンプルな T シャツだったり、キャミソールとかシンプルな服装が好きな人は、このジュエリーが本当におすすめです。2つ目は雑貨なんですけど、私こういうプラスアルファなアイテムが本当に大好きで、集めるのがね、見ててすごく幸せになれるんですよ。で、これは何かっていうと、砂時計の形をした波動を変えてくれる水時計っていう感じですね。この前のワンデー Vlog で、シュロっていう雑貨屋さんに行ったんですけど、そこでね、この子が置いてあって、波動が変わるものなんですって聞いて、こうやってやったら本当に気持ちが良かったんですよ。で、こういうものってやっぱ直感で欲しいってなるじゃないですか。だから見て、わ、綺麗やなって思って、で、ひっくり返して青と聞いて、あ、気持ちいいなって思って、もう買いました。暮らしにプラスアルファ幸せを運んでくれる雑貨、水時計です。じゃん、ポーチ。これね、あのゲランっていう化粧品ブランドのポーチなんですけど、これはね、ギフトでいただいたんですけど、この中にファンデーションとブラシが入ってて、このポーチがめっちゃ可愛いと思って、最近ね、新しいポーチ欲しいなって思ったんで、あ、すっごい可愛いって思って、みんなに紹介したかったので、はい、ポーチです。で、中はアイボリーの生地で、結構たくさん入ります。ちょっと気分が上がるポーチっていう感じで、はい、こんな感じです。じゃん、 CBD です。前からね、このリフレクティっていうブランドの CBD をね、使ってるんですけど、なんか新しく前使ってた濃度の3倍の濃度の CBD のものが出て、これを最近よく使っています。使い方なんですけど、ベロの下に含ませて舌下吸収して取るようにしています。なんか眠る前とかに使うと、すごいぐっすり寝れるし、やっぱりちょっと最近緊張する仕事があったりとかしたので、その前の日とか、その当日とかに
飲んでね出かけています。味はすごい飲みやすいからおすすめです。これも本当に最高ですよ。これは、メイクアップアーティストのゆきさんがやられているビズーっていうブランドのアイブロウブラシなんですけど、もうこれね本当に買った方がいいですよ。あの眉毛描くのってやっぱちょっと難しいじゃないですか。で私もともと眉毛しっかりある人なんですけど、やっぱりちょっと埋めたいなって時に、今まで、まあ、普通にドラッグストアで売ってる眉毛ブラシとかね、あともともとその化粧品についてる眉毛ブラシを使って描いてたんですけど、初めてこういうちゃんとした眉毛ブラシをね使ったんですよ。もうね本当に描きやすくって、あのなんていうの、ブラシが若干こう斜めになっていて、こうやって当てた時にすごくフィットするし、あのここもすごく持ちやすいから安定して本当にサって描けるんですよ。ビズーの004番のアイブロウブラシです。はい、次は鉄瓶デビューしました。この鉄瓶の作家さんは高橋大液さんっていう方の鉄瓶です。鉄瓶がずっと欲しくって、もう気にはなってたんですよ。やっぱり鉄のサプリメント、私結構胃が弱くって、鉄のサプリメントとか飲んでたんですけど、やっぱりナチュラルに鉄を取れる方法ないかなってずっと考えてて、鉄瓶でお湯を飲むのがいいよって言われてたんで、ずっと欲しいなって思ってたんですけど、どの鉄瓶買ったらいいんやろって思って、まあ、見た目はね結構黒いものがやっぱ多いんですけど、形とかやっぱいろいろあるし、鉄瓶って一回買うと本当に何年も何十年も使う人がいるって聞くから、あこの子やって思う子がいたら買おうって思ってたんですけど、出会いました。もう形がもう本当に一目惚れで、あこの子やったら本当に長く一緒に寄り添えるなって思って、購入しました。気になる方はぜひ調べてみてください。はい、はい、次は、ワンちゃんのご飯です。ポートランドペットフードっていうブランドのものなんですけど、ごめんなさいちょっと昨日もあげちゃってるんで開いちゃってるんですけど、ここのブランドのご飯ね、グレムすごい大好きだし、すごく体に優しいブランドの、ワンちゃんのご飯なので、ワンちゃんを飼ってる人にはとってもおすすめです。ビーフ、ポーク、ターキー、チキンとかっていうね種類が今まであって、ビーフはグレムはちょっとお体に合わないので、それ以外のものとかをあげてたんですけど、今回このねサーモン味が新発売になってね、昨日食べたんよね。すごい食いつきでした。どこを見てるんでしょうか。はい、なのでこれおすすめです。探してるご飯、ご飯冷蔵庫に入れてきましたんでね、お楽しみに。はい、じゃーん。はい、次は、バッグを紹介します。この前購入して使いたかったんですけど、動画で撮ろうって思ったからちょっとまだ開けてなくて、これで明日から使えます。めっちゃ可愛いですよ、本当に。シャキーン、じゃーん、いきます。じゃーん、可愛いでしょ。ここの表情が絶妙におしゃれで、あと抜け感が出ていいなって思って、普通のねシンプルなピーカーブーシリーズもすっごく好きなんですけど、やっぱりこういうものは常に出てるものじゃなくて今しか買えなかったりとかするものだから、もう出会いということで、はい、購入しました。かわいい。で、実はもう一個面白いものがあって、じゃん、これ別でまた購入したものなんですけど、リボン、スカーフにも使えるんですけどね、こうやって頭にこうやって巻いてももちろん使えます。でもこれはどうやって使うかっていうと、ここのねハンドルに巻くんです。綺麗にできるかわからないけど、みんなに見せたいからやってみます。
ても可愛いけど、スカーフを巻くことによって、あのちょっとラグジュアリーさが抑えられて、普段使いよりしやすくなるっていうか、あとやっぱシンプルな服にもすごく映えるし、あとこのブラウンレザーとこのスカーフの色味がすごくぴったりなところもポイントだったりします。はい、かわいいよっこいしょ。じゃあ最後、これは、お友達のお家でご飯食べてる時に、一目惚れした器で椅子とかいろんなものをね作ってるんですよ。で、全て、手作りで一点物なので、まあとりあえずちょっとそれらと開けていきます。あ、めっちゃかわいい。こういうの素敵すぎる。え、素敵。こういうラッピングめっちゃキュンとするし、ご対面したいと思います。うわ、かわいい。びっくりしますよ、かわいすぎて。うわー、これは、ちょっと前の Vlog でお友達のお家でランチしてる時に、その友達のねテーブルの上にあってフルーツとかを持ってた器なんですけど、一点一点職人さんがね作ってる、なるきさんっていう、なるきっていう、それでそのお友達のランチの時に、あ、欲しいってなって、今回オーダーしました。すっごい素敵。私もこの上にフルーツとか置いたりしてね使おうと思います。あー、かわいい。めっちゃ癒される。あの温泉宿のヒノキ風呂のミューズル、これは、この子のねちょっと色違い形違いという感じで、このウエストの部分、真ん中の部分のデザインが、異なる子ですね。なんか同じ色よりもなんかちょっと表情違い、高さ違い、デザイン違いのものとかが使い方のバリエーションが広くなるかなって思って、この2つをオーダーしました。あとね、なるきさんの作品何が好きって、私このね木がここ割れてるんですよ。ここがすごい本当にナチュラルな感じが伝わってきて、一点一点違うっていう表情も感じられるし、とっても好きなところです。こっちも割れていて、すごく木のねワイルドさが伝わってきて素敵です。この2つは器なんですけど、じゃーん。これはなんかまあ本当に用途は何でもいいんですよ。植物、植木鉢とかを置いてもいいし、例えばですけど本当にリビングとかに置いておいてサングラスを置いたりとかするのもすごくおしゃれだと思う。ちょっと置いてみますね。可愛くないとか、あと玄関に例えばこれを置いておいて鍵を置く場所にしたりとか、本当にあの使い方は皆さんお好きなようにっていう感じのもので、いろんな使い方ができるこのちっちゃいスツールみたいな感じですね。かっこいいこの3つです。なるきさんありがとうございます。大事に使わせていただきますはい、それでは、最近の私のお気に入りアイテムたくさん紹介しました。最後まで見てくれてありがとうございます。またねー。もう本当に可愛くって、でこれねすっ